フランシスコブーヨは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県、ベタンソス出身の元サッカー選手。ポジションは GK、パコブーヨ。14歳で、ウラル CF へ入団。ゴールキーパーの他にも右ウィンガーでプレーし、キーパーをしている間は無失点に抑えるとともに、チーム得点王にもなった。ベタンソス CF のユースを経て、1975から76シーズンに、 RCD マヨルカでデビュー。翌シーズンはデポルティーボラ・コルーニャへ移籍し、1980年までプレーした。1978から79シーズンは s d ウエスカへレンタル移籍していた。1980年にはセビージャ FC へ行き、性ゴールキーパーとして1985から86シーズンまでプレー6年間で242の 公式試合に出場した。そして1986から87シーズンに、ミゲル・アンヘル・ゴンサレスの後釜としてレアル・マドリードに移籍し、すぐにレギュラーの座を獲得した。ここでは、リーグ優勝、スーペル・コパ、コパ、デル・レイなど数多くのタイトルに加え、1987から88、1991から92と2度、サモラ賞に選ばれた。また、 1994から95シーズンはリーグ戦において709分間ゴールを終わらせなかった。これはスペインリーグで5番目の記録である。1996から97シーズンはボドイルクナー、サンティアゴカニサレスに次ぐ第3キーパーとなってしまい、そのシーズン限りで現役を引退した。レアルでは454試合に出場13のタイトルを獲得した。 1977年には FIFAU-20 ワールドカップのスペイン代表に招集された。1980年にはモスクワオリンピックに出場した。1983年にはスペイン代表に初選出され、1992年までの間に7試合に出場した。1984年と1988年の UEFA 欧州選手権に出場し、 1984年大会では、準優勝した。2009年2月に、イケルカシージャスに抜かれるまで、レアルマドリードのゴールキーパーとしての、最多出場記録を保持していた。引退後は、レアルマドリード C の監督を短期間していたほか、アルジャジーラにて、スポーツアナリストなどもしていた。ありがとうございます。